皆さんこんにちは、柿島ゆかです。今日はダンステイストのアクアというテーマでご紹介をしていきます。スタジオのプログラムではダンステイストのエクササイズが大変注目を集めていますね。これをなんとかアクアエクササイズに活用できたらいいなというふうには思わないでしょうか。今日は4パターン紹介します。1つ目がラテンアクア。比較的アクアダンスの簡単なものから展開していきますので、ダンスにそれほど慣れていないという方でも入りやすいプログラムになっています。2つ目もラテンをテーマにしています。1つ目よりも少しテンポアップして、もう少しラテン色を強くしてみました。3つ目がヒップホップ、4つ目がバレエの要素を取り入れています。コンビネーションにもしていますが、今回はそのコンビネーションの組み立てを見ていくというよりは、一つ一つの動きにぜひ注目をしてみてください。そしてスタジオで動くものをそのままプールに持っていってもうまくつながらないことがありますので、音楽のテンポですとか、カウントの取り方、それからスカーリングの使い方というのにもぜひ注目をしてみてください。ではどうぞ。最初はうまくいかなくても動かすという気持ち、楽しい気持ちで行うように声かけをします。例えば水をぐるぐる回して波を立てますなど、慣れてきたら声を出して、足をクロス、1、2、3、持ち上げて前と後ろ、戻りますよ、クロス、速い動きです。しっかりおへそを引き締めること。はい、少しお休みです。細かく速い動きが3つのチェストバンプとジャンプを入れます。1、2、3、ターン、ターンです。この後この動きがスカーリングが入って移動へつながります。3、2、5番3、2、1、左足前5番、3、2、1、アラベスクいきましょう。ストップ、アラベスク、上がっていく、パッセを通って反対、